レンジャーのイカ姫、ミナミン。ミナミンといえば、レンジャーの4番打者。お魚の釣りはいつも序盤で苦労してます。でもね、イカは超お得意。今年の目標はこれでしたね、はい、あれ、イカを釣りそう、今年初めてのイカメタルです。初夏の北九州響灘沖、今年もエンペラー、クジラーで攻めまくるのであります。先に言いますが、めっちゃ釣れた。そうです、ノンストップイカメタル。ミナミンの年間目標、イカを釣りまくるにふさわしい回でございます。そんじゃいきます。2023年イカメタルシーズン到来。イカをとにかく釣りまくる回、エンペラーとクジラーが大活躍。ほいじゃ行きます。本日お世話になる宝生丸さんです。大きい船、ジャイロもついてるみたいなので、船酔いにしちゃう私にはありがたい。楽しみ、行ってきます。というわけで始まりました、今年初のイカメタルですが、今回のメンバーはこちら。イカ姫ミナミンと、どうも、僕カッシンです。カッシンの連れ佐藤さん、そしてレンジャーエースのタカ王子と弟のカズキさん、イケメン兄弟ですね今日はすってとペタリカとたくさん持ってきて、その中で私はこの2つをまず組み合わせで使ってみます。25、ちょっと王道カラーで。今日は高王子の弟が緊急参戦ということで、まあ、釣り初心者なので釣り方を高文が伝授してます。さあやっていきましょう。いざ開始です。まだみんな準備中なのに、もう後ろの方は釣れたとのこと。期待大だ。1投目から釣れるか。ミナミン、水深は54メートルぐらいみたいです。で、やばい、やっぱ1投目で来ましたカメラ止めとった。お、来た。おー、来た。すごいじゃん。カッシンさんも釣れました。1投目ですね。1投目10秒後でしたね楽しい。佐藤さんも釣れました前回一つでいいやでお世話になった佐藤さんです。おー、ナイス。1投目、待って、重くなってきたやっぱ楽しいな、イカメタル最高やん。来た来た。おい、やったぜ、イカちゃんゲットだぜ。みんなおいでとりあえず、あ、ごめんなさい、ダメ、このイカめっちゃ吐くわ。やばい、爆笑モードやないですか、もうすでに。いいよ、結構アクションしたらいいね、今回のイカは。お、上がってきたよ。ダブル、やったダブルヒットだぜ、イエーイ、船長ダブルヒットはいどこですか、目立そこですか、やっぱり。あ、待って、乗った、あー、乗らんかった。本当だ、ベタ底だ。あら、お二人さん仲良く兄弟でヒットです。なんか乗らんな。
あ、ベビーステッに来てる。というかもはやベビーステをつけてる。ナイスです。おー、ナイス、すごいじゃん。自分で釣ったじゃん。急に来た、急に、急になんかいきなり地合いが来たぞ。ナイス。すごいじゃん。カッシンさん曰く今のところイカ姫ミナミがトップだって。やった。ただいま、ダダダン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 、おはいです。カッシンさん、またしれーっと釣ってる。ここで先月の一つ天野動画を見たカッシンさんのご友人 YouTuber ひかりさんからメッセージをいただいております。またしれーっと釣ってる。しれーっと釣っちゃうとバシッって入れられないんですよ。こんにちは、課長お疲れ様です。おとなしいカッシンの代わりに私が声を入れさせていただきます。もっと目立てカッシン、もっと目立てカッシン、目立つんだカッシン。ひかりさん、ありがとうございます。ひかりさんのチャンネル教えてマイインターン、動画最後にリンクを貼ってますのでぜひご覧ください。課長もお気に入りです。ひかりさん、最後に一言お願いします。どうも、僕カッシンです。静かに釣らないでください。ナイスです。月が沈んだら明かりを焚いてラッキーカになる。よくそちらの当たりを取りました。30m 上の方小さいのいますよね。電気がついた。さあ今から本番です。今のところ6杯 1,2,3,6 このバケツ全部つぶたい。30分ぐらいはね、まだボトムでいいと思う。はい、で、だいたい時間にしてね、8時、5時ぐらい、それぐらいからね、だいたい浮いてくると思う。昨日がね、35から45かな、海底から15メーター、20メーターぐらいのね、揺れでよく乗るようになってます。はい、あー今当たったな。で、どうも、上手やな。んて、もう一回言ってみて。誰、みなみ。やっぱイカだけはセンスあるよね。ほんとイカだけはマジセンスある。時刻は20時2分。船長の言う通りイカが浮いてきたようです。やっぱちょっと浮いてきましたね。いいサイズじゃないですか。ナイス、すってに来ましたね。軽いけど力が結構強いので多分スルメかな。スルメじゃなかった、やった。剣先だったよ、イエーイ。よいしょ。イカも浮いてきたところで、ここからの釣れっぷりをババッとご覧ください。イエー、顔よりちょっと小さいね。すごいすごい、でかい、ナイス、すごいじゃん。そりゃおみーわ、普通にいいサイズ2匹や。おめでとうございます。シレット釣っております。何メーター？船長も35って言いよった。やっぱその辺なんや。え、いいよ、わお、わお、え、サイズめっちゃいいやん、でかっ。今うまかったね、見た見た、合わせたの見たよ。頑張れ頑張れ。何が釣れた？イカ？イカっぽい？ブルブルしてる。
なんだろうね。お、イカでした。ナイス。めっちゃ剥がれる。ナイス。赤ちゃん。あ、やばい、抜けたかも。あ、抜けてない、よかった。おい、私の苦手なメタルで釣れた。また釣った。はい、ちっちゃい。え、あ、いいよいいよ、ナイスサイズ、ナイス。成長だ。残り時間も1時間ほどとなりました。ここでみなみんにハウトゥーイカメタル解説いただきます。今のパターンは簡単です。まず45メーターぐらいまで落とします。ここの水深はだいたい60メーターちょっとです。45ぐらいまで落として、で落とし終わったら2回フォワンフォワンとちょっと巻きながらアクション入れる。そしたら当たります、絶対に。で当たらない時はまた棚を少し上げてフォワンフォワンとアクションをかけながらすると、いつか来るのです、その時が。そう、今がこの時です。おい、来ました。見た目が綺麗だし、イカ好きって言おうとしたけど、もうイカ墨ですごい汚いことになっちゃって。ダメ。ワンモア、また同じことをしてみましょう。2度あることは2度ある、2度あることは3度ある。ほんのちょっと棚が変わるだけで、今のパターンとかアクションがもうこの1時間ぐらい通用してます。はい、45メーターまで落としました。そしたらまずフワーンフワーンとして、当たりを待ちます。多分5回ぐらいアクションする間に来る。30メーターの間までに来ます。はい、あ、当たったけど乗らなかった。おー、ナイス、カシーさん、ナイスサイズです。おー。やったー、ナイス。はい、あ、当たった、乗らんかった。もう一回持ってこい。言うからさ、課長わざわざ鯉キャッチしに行ったんだーい、ね、パン持ってが釣れず、作戦失敗でございます。はい、来た。よし、2度目の実験成功ということで、釣りまくりたいと思います。カズくんもだいぶ調子が上がってきたね。
ただいまの時刻12時を回りまして、残り30分で農館のところ、南が連続ヒット、調子こいております。南の調子こきに多少ムッとした王子ですが、以下に関してはかなわねえ。サイズでは勝ちたいけど、このサイズが連発。でも弟とこうやって一緒にイカを釣る。ウェイナイス。ちっちゃいイカに2人で笑えた日でもあります。そろそろ農館間際、ラスト1本取りたい南。ロッドワークが美しいですね。美しいフッキングでラスト1本。ほらほら、また王子がムッとするよ。はい、ラストキャッチです。お疲れ様でした。終了です。本日の釣果をお見せください。課長。